ホールの両側の壁には扉が一つずつあり、共に閉じられていた。すでに警備のホブゴブリンはあなたに気づいている。あなたは扉を無視して、できるだけ堂々とホブゴブリンに近づいていった。止まれ。ここから先へ進むことはできない。侵入者がいると聞いているんでな。お前がそうか？あなたはとっさに声を上げて笑い、ちょっと我らの本拠地を眺めて回っているだけだと話した。ホブゴブリンはあなたを味方だと思ったらしく、腕を組んで人懐っこそうに笑った。腕に装着されている3と刻まれた綺麗な腕輪がキラリと光った。見ない顔だが、まあ俺たちも人数が増えたからな。これからが楽しみといったところだ。しかし気持ちはわかるが今はダメだ。別のところを見物してくれ。説得は難しいようだ。しかしあなたは何とかしてここを通り抜けなければならない。